お待たせいたしました。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対阪神タイガース。この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発はエースの大野。対するタイガースの先発はルーキーの伊藤。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。左の大野、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは島田、背番号53。次が4球目、投げた、149キロ直球、空振り三振。左バッターボックスは2番、中野、背番号51。投球これから2球目、打った、流し打ち、高橋交代。中野、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、高松、さあ取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球、投げました、これは引っ掛けた、取ってアウト、3アウトチェンジ。1塁ランナー中野、残塁に終わりました。ドラゴンズまずはゼロに抑えました。左の伊藤、マウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは高松。第9球、投げました、ツーシーム見送ってストライク。第2球、投げました、外角低め、ボール。投球は3球目、投げました、ボール。第4球を投げた、打った、三遊間、ライナー破った。高松、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号60。第9球、真ん中ストライク。さあ、次の投球、ここは振ってきました、ピッチャーの右へ転がした、一塁送球、アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ドラゴンズ先制のチャンスを迎えます。第9球、投げた、初球サークルチェンジ、空振り。第2球、投げた、ヒット、ボールが転がる、ボールは中継、ドラゴンズ早くも先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは糸原。第3球、フォークボール、見逃し三振。大野、3球で仕留めてみせました。第2球、投げた、流し打ち、どうだ、マルティネス、バックしていった、ライトの前、ワンバウンドヒット。大山、いいバッティングを見せました。バッターは7番、小野寺、背番号97。次は5球目、150キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。坂本、背番号12。第2球、投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。タイガースファーストランナー残塁。2回の表が終わって2対0です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー伊藤。第2球、投げました、打った、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って島田。今日の第一打席はスイングアウト、打ちました、これは内野へのフライだ。根尾、余裕があります、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番中野。投球これから4球目、外へ逃げるスライダー、空振り三振。最後はキレのある変化球、大野、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。3回の表が終わって2対0です。ドラゴンズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは高松、投げました、初球から打ってった、センター前ヒット、クリーンヒットです。高松、ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。第9、1塁ランナー出た、キャッチャー2塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。リプレイをご覧ください。第2球、投げました、打った、
ファール。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げました。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。ボールはファーストへ。アウト。ランナー3塁に進みました。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは近本。第1打席は内野フライ。近本、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番マルテ。第1打席はショートフライに倒れています。第3球を投げました。フォーク、空振り三振。マルテ、全くタイミングが合いません。左バッターボックスは5番糸原。投げた、打ちました。レフト前進、掴みました。ボールは中継。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第1球、ランナースタート。2塁送球はどうだ。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。第2球、投げた。2球目ストライク。もう追い込んでいます。追い込んで投げた、見逃し三振。大野、ナイスピッチング。さあリプレーです。4回の表が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは小野寺。打ちました。レフトへのフライだ。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番坂本。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。投げた、初球を打ちました。ライト前に出る、掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターはピッチャー伊藤。第1球、投げた、打ちました。キャッチャー落下点、取って、これで3アウト。チェンジ。大野、3人でピシャリと抑えています。5回の表が終わって2対0です。ドラゴンズリードで迎える5回です。今日2本のヒットを放っている高松。初球はストライク。まずは見送りました。第2球、投げました。打ちました、いい当たり。セカンド右、アウト。3アウトチェンジ。ドラゴンズ三者凡退に打ち取られました。前半が終わりまして2対0です。バッターは代打糸井。第2球、投げました、打ちました。高橋、ボールを取る。サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番中野。第3球を投げました、打った、内野ゴロ。高橋掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番近本。第3球、低め、空振り三振。最後はキレのある変化球。大野、最後は空振り三振で打ち取りました。6回の表が終わって2対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターはマルテ。今日はショートフライと打った、セカンド掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番糸原。今日ツーシーム、見逃し三振。バッターは6番大山。第4球を投げました、ツーシーム、空振り三振。2者連続三振。大野、最後は空振り三振で仕留めました。7回の表が終わって3対0です。ドラゴンズリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で高松、投げました、内角高めいっぱい、ストライク。さあ次の投球、投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、打った、い当たりだ、センターバックしていった、ヒットになります。バッターランナーは一塁決定、二塁へ。高松ツーベースヒット。さあダメ押しのチャンスにバッタービシエード。第1球、投げた、高めいっぱい、ストライク。いきなり153キロ、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第3球、打った、センターへ飛んだ、センター前進、ヒット。ビシエド、ナイスバッティング。タイガース追う展開で迎える8回です。バッターはサンズ。第1球、投げた、初球を打った、フラフラっと上がった、どの上、落下点に入った、サード取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは8番坂本。今日はサードライナーとライトフライ。初球から打ってった、フラフラっと上がった。大野、余裕があります。大野取りました。
これで2アウトランナーありません。ピンチヒッターはロハスジュニア。バッターロハスジュニア背番号24。第9投げた打ちました。初球打ち三遊間のゴロ一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。大野ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。タイガース何としても得点を挙げたい9回です。バッター佐藤。第2球投げました。外のボール引っ掛けた。セカンド取りました。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは2番中野打ちました。ボールを掴んだ。一塁アウト。これはアウトです。バッターは3番近本。ドラゴンズここは何としても抑えたい。これは引っ掛けた。ライト前ヒット。バッターは4番マルテ。今日はここまで3打数ノーヒット1-3。ストライク空振り三振。大野3安がうなります。大野見事な完封勝利。ドラゴンズ見事勝利です。勝ちました。勝利投手大野雄大、敗戦投手伊藤正史でございました。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。